好，那我们再鼓掌，欢迎我们的 菊右一さん。好，皆さん、菊右一です。台湾原発の件で3度目です。3度目は福島が事故った後に、来ましたけども、もう台湾が福島と同じような事故が起きないように、なんか少しでも力になればと思ってやってきました。台湾は日本と同じように地震の多い国だと思いますので、その点が非常に心配です。日本は今、大きな地震が来るだろう、大きな津波が来るだろうということで、もう南の方も九州に至るまで津波に対して一生懸命に避難するための訓練をしております。日本で非常に心配される原発の中でもトップクラスなのは浜岡原発という原発です。そこは大きな大きな地震が起きるだろうと、今度起きたらやはり東北と同じようにマグニチュード9ぐらいの大きな地震が来るだろうと予測されています。今までのように150年とかそういう感覚ではなくて、1000年に一度とかそういった大きな地震になるだろうというように思われています。それで今度来るのは多分今予測されている3つの地震の数よりももっと太平洋側の外側にある、長い、活断層が動くだろうということで、それは1000年に1回ぐらい動くだろうと言われているんですけれども、場合によっては1万年に1回というようなそういう大きなとんでもない地震がやってくるだろうということで、日本は本当に地震に対してはみんな心配しております。今日本の地震学者は日本のちょうど中間ぐらいにある静岡県というところから沖縄の辺りまで動くだろうという地震学者と、いやそれでは済まないと、台湾の北部台北の近くまで大きな地殻変動があるだろうという学者がいます。そういう大きな地震が起きた時には津波も相当大きな津波が起きますし、記録上は石垣島に85メートルの津波が押し寄せたという記録があります。石垣島というのはかなり台湾に近い、沖縄よりずっと南ですけれども、その津波は85メートルの津波は台湾の方からやってきただろうというように見ている学者もたくさんいます。台湾の原発はほんの400ガルぐらいという非常に低い地震の揺れしか考えておりませんけれども、浜岡原発なんかではもう800とか1000とかもっともっと大きな地震が来るだろうということで対処してますけど、それでも持たないだろうと思われてるんで、台湾原発の耐震性というものは低すぎる、本当に巨大地震が来た時にはひとたまりもなく壊れてしまうだろうというような心配をしています。もし台湾で福島のような大きな事故が起きたとすれば、多分台湾は人が住めなくなります。そういう危険性のある発電所を作ってはいけない、そう思います。必ず人間の作ったものは壊れますし事故はありえますけど、その自然の力をバカにしたような台湾の電力会社や原発を推進する側の人間のような技術を過信した傲慢な態度だったら必ず後悔することになるし、その影響を台湾の人たちが被ることがないように祈っています。今台湾は一生懸命になって台湾原発を止めようと、でそういう動きがあるということを日本にいてもニュースとして流れてきます。本当に頑張ってください。